平成23年度の当期の純損益は連結で7816億円の損失単独では7584億,億円の損失と極めて厳しい数字となりましたこうしたことから24年度の計上の損益は連結で3550億円程度の損失単独では3750億円程度の損失 また、当期純損益は単連結で1000億,円1000億円程度の損失、単独では1050億円程度の損失になるものと見込んでございます。でこの1年間、正直言って、えー、短くもあり、長くもありというのが実感でございます。精一杯やれるだけやったというところでございます。で、ただ、いろいろ課題は残してしまったということは、私自身、本当に皆さんに申し訳ないし。 えー、福島の皆さんも含め、社内の社員に対して申し訳ないという形で、熟知いたる思いはあります、えー、本日はあ、役員人事が発表になったということで、えーまあ、改めまして、えー、今後、いわゆる新生東電の改正を皆様方にご披露させていただくということになります。今回はあのご存知の通り、えー、委員会会設置会社と いうあのガバナンスの体制になりますので取締役にですね下呂呂兵委員長をはじめ7名の方をお迎えして社内から4名が入らせていただいて11名の体制とさせていただきます本当にあの人心一心でですね外からの専門性を有した方々のおにも入っていただいて本当に新しく出直していくと。 いうあの文字通り、体制を今日発表させていただくということでございます。